どうも 3D ワールド続きやっていきたいと思います。ではいきます。ワールド 5-1-33 ビーチです。ビーチ行きてえな。うわ、いい景色。このハテナマーク集めていきます。ここ集めるといいことがあるというか、先進めるという形になっております。で、1個目のグリーンスター、このクリボーの像を壊してこいつをゲットという形になりますね。で、ここにハンマーのやつがあるんだ。ハンマーじゃなかった。ブーメランのやつがあるので取りましょう。で、ここ上行ってください。そうすると、ハテナ枠。で、ここ、奥から手前側に移動するとハテナ枠。で、さらに、グリーンスターを取りに行きます。この土管に入ると、こういうところが現れまして、まあ、床のスイッチを押していくという形になりますね。まあこいつ倒してみるのもいいんですけれども、ちょっとめんどくさくなるので倒さずいきますね。ここ ストップウォッチ、これでグリーンスターゲットです。さあ進んでいこう。で、全部のハテナマーク取るとこいつが開きます。行きましょうか。で、ハテナマーク4つ目がここですね。はい、ゲット。で、さらにここのね、赤コインは取るのは簡単ですね。はい、けど取りませんね。もう猫の方が大事ですんで、取らねえのかよって感じでしょうけどね。ごいごいごい。はい、オッケー。これで鍵が開きました。先に進める。しかし、グリーンスターがあるので、ちょっとこっちで待つ。ほい。このキノピオ隊長を助けるという形になりますね。そうすると、グリーンスターをゲットできます。行きましょう。この、金色のやつ、コインが取れますね。これいいですよね。さあ、先行きましょうか。中間くぐりまして、次が何ですかね、乗るやつ。これなんていう名前なんでしょうね。こいつに乗って移動です。ジャンプとダッシュだな。ダッシュ。これフィーリーワールドも結構対応しましたよね。ちょっと難しいんですよね。落ちないように注意しつつ。 OK、 落ちない。次が難しいよ。ほっ、スタンプゲット。はい、あとはクリアするだけですね。悪い、落ちちゃった。何のために登ったんだろう。はい、コースクリアです。スタンプはのこのこですね。ちょっと恥ずかしい状態。はい、次のコースが、次のコースが現れました。続きまして、ワールド 5-2 行ってみたいと思います。ブラブラブランコサーカスです。レッツゴーで行きましょう。皆さん、古い漫画で、鬼面組というのをご存知ですか？知らない人多いでしょうね。この動画見てる人、まあ、大概がちょっと10代の方だと思ってますので、大概でもないかな。40代の方が結構いらっしゃるというふうな形でね、ちょっと大事にしないといけないなと思ってます、そういう方も。で、まあ、知っている人は知ってるんですけど、そのキャラクターに、レイエツゴーという人がいるんですよ。いいっすよね。もし、時間があってですね、アニメとか、ちょっと新しいの見たいなっていう方は、見られたらいいんじゃないでしょうか。ハイスクール鬼面組、3年鬼面組というやつですね。
ちょっとハイスクール鬼面組はまだなんか時代的にまだ通用するんじゃないかなと。いや、30年以上の漫画なんですけどね。私もリアルタイムで見たことはないんですが、非常に面白いですよ。で、この頃のアニメ、今回、コンクールじゃないかな、最近のアニメで、もう面白そうだなと私は思ったのが、もう最近でもないかもしれないんですけど、あの、あれ、狼の人が、人っていうか、狼がウサギに恋をするっていう、そういうアニメがあるんですよ。ビースター、そう、ビースターというアニメですね。あれ、めっちゃ面白そうですね。ちょっと見てみたい。まだ僕あの YouTube のなんか予告編とかそういうのでしか見たことないんですけどね。あれは良かったな。こうなんか本能と恋愛感情との、ま、なんか交わりというかなんていうか、なんか狼さんはなんかあれなんですよね。こうウサギに恋をするんですけど、なんかね食べたい気持ちもなんかあるみたいな、なんかそういうすごい葛藤が見られてちょっと面白かった。そういうのいいですよね。さあ来い。なんか私の感想なんですけど、この頃食う食われるとかそういう系のアニメ増えてきてません？進撃の巨人なり鬼滅の刃なり、すげえ怖えなと思うんですけれども、なんだろう、そういう時代なのかな。オッケー。ちょっと集中して無言になっちゃいました。さあスタンプも、グリーンスターも、まあ、コンプリートいたしましたので、ここでミスらなければ大丈夫。集中していけ。ほっ、オッケー、よい、ゴール。ありがとうございます。やりました。はい、スタンプはルイージですね。で次のコースが、あ、違った、間違った。次のコースが現れる。あ、当選簿ですか。では続きまして、ワールド5の3行ってみたいと思います。ここキノピオじゃないとダメなことがあると、まあハンコがゲットできないという形になってます。残り100秒、これはきついなと。で最初のグリーンスターはここですね。ヒップアタックしたらゲットできる。でさらにここでチェリー取りましょうか。チェリーボーイの皆さん頑張りましょう。あ、ボーイって言っちゃいけないな。チェリーの皆さん頑張りましょう。さあ行こう。でここでももう1個取れまして、3匹3人にしておいて、キノピオの数の数々で何て言うんですかね。でここキノピオじゃないとダメなんです。ハンコゲットで集めて、でここ、ほ、渡って やばいと思うでしょ。大丈夫なんですよ。ここ登ってグリーンスターゲットできるし、さらにここ落ちてもグリーンスターゲットできるので、まあ、実質問題ないかなというふうな形になっております。だって一応集めて最後くらい綺麗に終わりたいですからね。はい、クリアです。コースクリア。かわいい。はい、キノピオがハンコですね。やりました。土管が現れるんでしょうね。あ、やっぱり。では出てきた土管に入りまして、まあアイテムをゲットできるところに行くんですけれども、そいつでアイテムをゲットいたします。でまあいつもの大きい方を取りまして、これとまあブーメラン行こうかな今回は。さあこれで行こう。で当選簿しているブルがいるんですけど、そいつを倒してから今日は、まあ、おしまいという風な形にしてみたいと思います。こいつですね、倒す。お前を倒す。であのマリオに変更しようかなという状態です。行こう。さあ、うお、数が多すぎだって。 OK。 おお、よし、倒した。はい、グリーンスターゲットです。おっと、ごめんなさい。猫で行った方がよかったかな。まあ、よかった。クリアできたんで。はい、というわけで、見事、当選簿のブル倒すことができましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回。